プレイトゥゲザー。はい、どうも、青津の目に隠れます。地球上のすべての生きとして生きるものの嫌われ者のキモイモン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトル、こちらザ・シルバーケースというわけでして、今回ですね動画をするときに言うとですね、トランスミッターの、ケース5大復活の続きということなので、それの、8本目ですね。はい。ということで、今回もね、頑張って楽しく、やらせていただきたいなと思います。で、ザ・シルバーケースですね、やらせていただくときは、毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また、終わり者にですね、特別挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。で、ですね、この作品について、ね、軽くご説明の方させていただきたいなと思うんですけど、でいわゆるその2本立てになっておりまして、本編にあたる、トランスミッター編と、でその本編で描かれたエピソードを、保管する形でもって展開する、プラシーボ編、この2つをね、こう交互に、進めていくっていうか、そのプレイすることによって、お話全体がこう進んでいくっていう、でそういった形にはなってますね。はい。で、今回やらせていただくのが、そのうちの、本編にあたる、トランスミッター編のケース5、ライフカットの続きということでやっていきたいなと思います。もしよろしければ、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、セグリタ、バイバイ。
Thank you.
はい、というわけでして、今回ですね、切り目さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回そうですね、トランスミッター編ケース5ライフカットのラスト完結ということで、ここまで進めてきました。そうですね、今回のザ・シルバーケースのシリーズ動画でですね、何回かちょっと触れたことがあるような気がするんですけど、もともとこのザ・シルバーケースっていうのは、シルバー事件っていうタイトルで、1999年、に、PS1 対応のアドベンチャーゲームということで発売されました。で、自分はその時ね、すかさずこのシルバー事件を購入して遊んだんですが、それこそね、何十年も前の、話なので、細かいところがね、全く覚えてなくてね、ほとんど初見というような状態で、今回ね、このザ・シルバーケース、進めてきたんですけど、一番最後に出てくる、メガネかけたあの人、何者なんだろうなと思ったんですけどね。なんかね、造形が面白いなと思ったんですけど、誰なんですかね、あれ。ちょっとよくわかんなかったんですけど、そうですね。すごく楽しかったなと思いました。トランスミッター編はね、今回のこのライフカットの完結をもってね、一応終わりなんですけど、次回からね、プラシーボ編ですね。プラシーボ編のリポート後、光ですね。光っていうタイトルがあるんですけど、次回からそっちの方をね、やっていって、それが終わったら多分、談話室田村とかいうやつですね。それやって、で、実質ザ・シルバーケースっていうゲームは、それで完結、本当の完結っていうことで、やっていくんじゃないかなと思います。で、それが終わったらね、今度シルバー事件25区っていうやつがあるんですよね。それを、次からは、シリーズ、動画っていう形でもってね、やっていきたいなと思っております。今しばらくね、ザ・シルバーケース、お付き合いいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。で、自分ですね、これ以外のシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、あと不定期なんですが、ニコノミ、YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ごめんなさい、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画をアップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄にですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS の URL を、リンクっていう形でもって貼らせていただいております。沖の方がも気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひ、そちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもね、いいなと思っていただけたらで構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回少々正規模今37がお送りさせていただきました。ザ・シルバーケース、トランスミッター編のケース5ライフカットの8本目ということで、今回これでねライフカット終了ということでよろしくお願いいたします。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回2本ずつ出させていただいておりますので、次回は、先ほどもちょっと触れたんですけど、プラシーボ編のリポート後、光ですね、この1本目、2本目ということで出させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。